ハーバートライオネル・アドルファス・ハートは、イギリスの哲学者であり、20世紀を代表する、法哲学者の一人である。イギリスオックスフォード大学教授を務め、法の概念という著書を残している。彼は、分析哲学の枠組みの中で、現代的な法実証主義の理論を発展させた人物である。1907年、ドイツ人とポーランド人の祖先を持つ。 ユダヤ人の洋服屋の子として生まれた。ブラッドフォードグラマースクールを卒業後、オックスフォード大学ニューカレッジにおいて人文科学課程を専攻した。1929年、優秀な成績で同大学を卒業した後、彼は法廷弁護士となり、1932年から1940年まで大法官裁判所の弁護士を務めた。 第二次世界大戦中は、イギリス情報局保安部の軍事情報機関員として、動員され、ナチスドイツの使用する暗号機、エニグマの解読のための要因となった。1945年、オックスフォード大の法哲学のチューターとして招かれ、1952年には、同大学の法哲学教授に選任された。1969年に退任、公認には、 ロナルド同金がついた。彼は、その後、同大学を1978年に定年退職している。英語圏における、法哲学方法,法論に大変革をもたらした人物については、HLA ハートを抜いては語れまい。ジョン・エル・オースティンや、ルート・ビ・ヒウィト・ゲンシュタインの影響を受け、ハートは、法理論の中心的問題に対し、分析哲学、 特に言語哲学の手法を用いて対処した。ハートの理論は20世紀の分析哲学の綿密な分析とイギリスの法哲学、政治哲学、道徳哲学者であるジェルミ・ベンサムの法哲学の伝統とを融合させた。HLA ハートの最も有名な著書は法の概念であり、1961年に発表された。その第2版は新たに追記がなされ、 彼の死後である1994年に出版された。この本は1952年からの彼の講義、及び彼が1958年に発表した論文、実証主義と法、道徳分理論が元となっており、法実証主義の洗練された観点を導くものである。この本における彼の考えのうち特に有名なものは次のようなものである。彼は他に法における 因果性という著書を表している。また、道徳規範の強制という刑法の役割の是非に関するパトリック・デブリン・判事との論争を法、自由、道徳、及び刑法の道徳性に表している。ありがとうございます。